皆様どうもおはようございます。はい、メイです。チョコプロライブ203へようこそお越しくださいました。ちょっとオープニングでね、ちょっといつもよりちょっとにやけたスタートになってしまいましたが申し訳ございません。本日のオープニングアクトはすべがメイがお送りいたします。そう、今日はね、アキがオールジャパンプロレスリングに行っているので、メイのパートナーベストブローズはおりませんが、元気いっぱいリンゴ娘すべがメイはここにいるので、皆様ご安心して、ジャパニーズ&イングリッシュ Don't worry, I can speak, I trySo, introduce our two matches. First match is tag team. 第1試合、20分一本勝負、水森優奈 and 鈴木慎 vs サワディーカネン and チェリー。こちらはですね、私の独断と偏見ではありますが、サワディー仮面 is evil。 サワディー仮面は悪い人なんですかね。正義のヒーローじゃなんかじゃありませんから、独断と偏見ですけど正義のヒーローじゃなんかじゃありません。そしてパートナーのチェリーさん、チェリーさんはですね、大先輩であり、こんなこと言うのもおこがましいですが、悪い人です。チェリー is badperson too, not a bad person, but woman as a wrestler. Very clever, but a little bit bad side clever. So, she's very my senpai, but I think so. その、対戦相手の水森優奈、鈴木慎ですが、鈴木慎選手、なんとですね、本日朝、小石川知恵にたっくさんのおにぎりを渡してくれました。鈴木慎 gave 知恵 a lot of rice balls. So,鈴木慎is perfectly good person. He is a very good person. Nice guy. 100% he is nice guy. And Yuna Mizumori is very tropical today. I can say this. He is tropical today too.Maybe she is good person, then Yuna has a very heartful heart. So they are kind of good team. Good heart team versus bad heart team. So, second match is 第2試合、こちら 3-way マッチ、20分一本勝負、織広さやか VS 正広高梨 VS メイスルガー、こちらはですね、急遽組まれた試合ではあるんですけども、なんと26日アジアドリームタッグ選手権試合の前に 3way という形として、スルガメイ対高梨正広、いわゆる前哨戦っていうやつでしょうか。そちらがね、急に飛び込んでまいりました。そうですね、自分の意気込みとしましては、帯広さんのことを目に入れなくちゃいけないということは重々承知しておりますが、26日タイトルを前にして、やっぱりメイが嫌でも目に入るのは高梨正弘、それがたとえ 3way マッチであったとしても、自分は高梨さんだけを見て
時に行かないと、いや今のメイならその状況でさえも勝てるんじゃないかと思っております。じゃないとね、26日 CBK なんて戦いなんてメイは挑みませんよ。そういう気持ちでオンスルーマッチ勝たないといけないなと思っております。 I have to win this three-way match before 26th Asia Dream Tag Championship match. Even if Obihiro Sayaka trying to win, I have to watch Obihiro-san, but more I need to focus to Masa today. Even I don't care Obihiro Sayaka, I focus Masa-san. Maybe I can win today. That's why I choose CDK for the next challenger for Asia Dream Tag Championship match. Without Aki, I am still best bros. So look at this. Today's gear is best bros gear without Aki. So please keep watching today's match. それでは本日オープニングのレッツゴーチョコプロを一緒にやっていただく選手を呼び込みたいと思います。みんなも期待してたでしょ。おいでトロピカルファインダー
20日にユナも理由なんか来るんで、ちょっといい感じだったから、ちょっと今日も組むかなって思ったけど、もういきなりぶっ潰してやるって言われてんじゃないか、俺は。どんだけ心変わり早いんだ、あいつは。あと鈴木慎、はい、俺が体式の三点倒立でお前に目に物見せてやる。ハロー、チェリーです。サーフィーさん、今日はユナモンよりも頼もしいパートナーチェリーがいるから安心ですよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、さあ、武術対決、こちらこそぶっ潰してやります。本日の第1試合、タグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー、トロピカルヤッホー、水森ゆうな。トロピカルヤッホー。同じく青コーナー、一概の三点倒立、鈴木慎。おーしゃー。赤コーナー、タイの黄色い天使、サワディー仮面。チャオカプロ、さあ試合前から因縁めいたものが渦巻いておりました。オーサリーコールを煽っていく、鈴木コール、鈴木コール。さあチャットはどちらが、おお、ここは老海だ。相手の隙を作っていきました。おお、挑発していった。三点倒立できないくせに入場時のことを言っているのでありましょうか。おお、なら、おお、見せつけるかのように美しい三点倒立であります。さあこれを見せられて、サワディどうするか。おお、いやこれはできるか。うう、おお、美しい、おお、完璧に決めていった。しかしここは隙を見せてしまったか。スクールボーイでお返しであります。さあこのあたり駆け引きも見どころであります。そこからこの二人手四つに組んでいき、うん、パワーで勝るのは鈴木慎か。お、しかしうまいうまいうまい、相手の足を崩してハンマーロックに持っていきます。さあいいかめん、そうあれば、おお、ここでヘッドシザース。おお、いや、いかない、いかない、いかない。ヘッドスタースの体勢から足をすくっていきました。こういったところ、予想外の動きを見せてくるのが鈴木氏。ならばと、その動き、しっかりとしたレスリングで対応していくのも、サーディーカメ、ハンマーロックを取りながら、さあ、相手の肩に、全体重を一点に乗せて浴びせていきました。さあ、ならば、ハンマーロックを、右のヘッドロックから左のヘッドロックにスイッチし、返していくのは鈴木慎。この二人の、おー、
組み投げで投げていきました。けさ固めで固めるが足を使ったレッグシダース。さあこれはおお、あえてエスケープはしません。そのまま3点倒立持っていったが、おお、うまい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 、うまくバランスを崩してエビ固めに持っていきました。このあたり油断も隙もあったものじゃありません。サリガメが足を買った。そしてスピニングレッグロック、切れ味鋭いスピンを見せてまいりました。そしてさらには足を固めていく。さあ変形とでもいいでしょう、変形のインランデスロックのような形。そのまま上から体重を両膝に浴びせて足を決めていきますね。サーリー仮面、おお、下から反撃に出るの、おお、崩していき、おお、おお、3点倒立相撲だ。古代より伝わる3点倒立相撲がこの市ヶ谷のマットでよみがえりましたが、おお、勝ったのはサワディ。さあ3点倒立相撲という相手の土俵でまさしく土をつけてやりました。うーん、これには悔しい。もう自分の負けだと、この試合はもう終わらせてくれと。おお、これは誘い水、下からの首固め。負けてない負けただろう。もう一回やりましょう。おお、もう一回取り直しを要求しております。さあこれが正式な3点倒立相撲なのか。さあお互い3点倒立を見せていき、あさあ3点倒立相撲を侮辱するかのようなチェリーの乱入でありました。3点倒立相撲には女人禁制はないのか。おお、これぶつけていくわ。おお、うまく、ここは息の合ったところを見せました。瀬関慎と水森、さあこれタッチをして入ってきたのは水森。高いテンションでアピールをし、トロピカル、おお、上から全体重を浴びせていくが、意外とサーリー体が意外と硬いですね。あ、ちょっとこれレブリーがギブアップを聞きながら、おお、これはさあ、これはタッチとしては認められておりません。権利は依然としてサワディにあります。さあもう全員でサワディに対しての強烈なストレッチでありましたが、サワディここは負けじと返していきます。お、アピールをし、持ち上げていった。しかしトロピカリアの方には行かせません。逆に、おお、あー、このあたり千葉のテクニックを見せていきます。どこで学んだんだ。おお、ここでレブリーに抗議。さあここでチェリーにタッチしました。出てきたのはチェリー。さあ相手の髪の毛を掴んで頭を壁に叩きつけていく。今度は後頭部を叩きつけていく。あー、このあたり、さあこのオールにかカウントワッツ。おお、今度はマットに頭を取りつけていく。原始的な攻撃でありますが効果は抜群。さらに髪の毛をちぎっていく。ストンピング一発から、さらにはさあ水森の髪の毛をねじってねじってヘアホイップ。さあ相手はぶん投げていきます。
かつては柔道を習っていたチェリーですが、こんな投げ技を見せるというのは恐ろしいものがあります。さらに水森の髪の毛をキープしながら、これはおー、手刀手刀手刀を落としていった。これには自分の髪の毛は大丈夫かと水森も悔しそうな表情。さらには手刀をぶち込んでいく。さあ反則ではない、反則ではないとアピールしております。壁に叩きつけていき、距離を取って、おお、これはトロピカル、おー、このあたり技の正確性、素晴らしいものがあります。おー、あうんの呼吸でここはカットに入ってきたチェリーが相手屈辱を与えていきます。さあしかしエスケープ、ここはたまらず鈴木が、鈴木慎がカットに入りました。しかし依然としてこの素早い悪のタッチワークに翻弄されております。水森やり返すことはできないか。おお、返していった、出た、あー、しかしここは避けられてしまった。おー、水森のお株を奪う攻撃を見せてまいりましたチェリー。さあそのままホール、うーん、これでスリーカウントを聞くわけにはいかないでしょう。水森、おお、体の大きな水森に対して、さあこのチェリー細身に見えますがパワーはあります。ああ、おお、鋭いナックル、ボディーブローからジグジョルドン。しかしここで水森が空飛びのフライングショルダー、そして鈴木にタッチ、鈴木に入ってきた、ハポレス一発、もう一発、そしてドロップキック、低空でぶち込みました。速い動きを見せてまいります鈴木氏。さあ試合は10分を経過して、何を見せるか。おお、腕決め式の逆襟固め、いやマフラーフォールド、これは欠場中でもあります。小石川知恵のメッセージが込められているのか。マフラーフォールド、マフラーフォールド、しかしなんとかここはチェリーエスケープであります。さあこのまま攻め手を緩めないままに攻め込んでいくことができるか鈴木慎。しかしチェリーもそうはやられません。突っ込んできましたが、ここはバックを取って、おお、ノーザンライト、いやいやいや、させないさせない、あー、顔面かきむしり、絶妙なタイミングで見せてまいりました。さらにはお、フットチョーク、フットチョーク、変形のフットチョーク。さあ鈴木慎の喉元にチェリーのカーフが食い込んでいく。さあどんな体勢からでもサブミッション入っていくことができます。チェリーならばと2人で拡大していくが、こうさせないさせない、おお、ボディアタック一戦。さあ何を見せる、2人まとめて2ドロップ、そしてホールに入った。カウントは2カウント。さあ味方の水森の体重も浴びせられました鈴木慎。ここで入ってきたのがサワディ、おお、カウンター元気でるも、ならばネルソンを取ってフェイスクラッシャー、フェイスバスターに持っていった。サーリーカープレス、そのバトミー素早くクイック気味に打っていきました。さらには
鈴木慎吾壁打って出るぞ。おお、ここは避けられた。ならば、おお、三角飛び式のアリータ。そしてカップンカート挨拶一戦、強烈な挨拶円錐切り、トロピカルヤッフォー低空でぶちかました。バディプレッシャーをかわして上から一撃、おお、ここで入ってきた。さあチャンスとミリア入ってくる。この辺り勝負どころを読むのはさすがベテランか。クロスチョップから、おお、さあ水森の巨体をダブルのブレンバスターでぶん投げに行く。うーん、しかし耐えていく。ああ、さあブレンバスターと、おお、これは、おお、すごいすごいすごい、壁のトロピカルヤッホー逆水へ、胸板を切り裂いた。さあラリアット、強烈な音が響く。膝を折ってしまった。サーリー壁崩れたか。さらには上からのパトリオットミサイルか。さあいったいった。さあ勝利を確信してか、水森がこの位置は武者返し。ああ、迎撃の剣山、迎撃の剣山。そしておお、後頭部トラスキック3連発はかわした。おお、ラリアットは避けられた。そして出るぞ。ああ、今日も決まらないこの技。しかしバックの奪い合いから、おお、チェリーを呼び込んで、絶対離したよ。熟女で、ああ、熟女で動画を誤爆。そしてさあ、おお、ノーザライツスペックスで投げた直後にスーパーガールが決まった。スリーカウント。さあ勝利はあと一歩というところで、熟女でどんどん5番から一気の攻めを見せました。Thank you. Next up, trombone, dance.
エクストラギャラリー。Thank you。そしてヨーコマンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョーディー。Thank you。ありがとうございます。ブライトボーイ。Thank you。サイブラアピオスの園さん。ありがとうございます。ぴょっぴょっ。ゾッカー。Thank you。D.O.G.U. ドグー。Thank you。ありがとうございます。ウィンソンジンユー。Thank you。そしてザイオンマーケー Thank you。 GTMV 山形もう一回いきますね。 GTMV 山形応援団さんありがとうございます。そしてサンダーフォースセブンさん、うーサンダーありがとうございます。ココアンドグラグリー Thank you。 マコトさんありがとうございます。We loved it and yes! Thank you! そして We! Thank you! この上に参りましょう。力いこうかな、右から行きましょう。力やった、ババン CJ Wings! Thank you! Please feed me! Thank you! V Juice Town!先週はでございます、バリアン秋本日全日本さんに出場なされているアキさんの選手はでございます。アキさん頑張って。そして駿河メイハンナリーフレッシュ、この後メインイベントで試合なされるメイさんの選手はでございます。はい、一概を汚さないでね。つもりゆうなトロピカルヤッホー。そしてさやかおびひろThank you. Thank you. Design by 水森さん。そして TWE Thank you. Thank you. そして本日のチョコバー最後になりました。ムーンバーワー。Thank you. いつもありがとうございます。ありがとうございます。したいと思います。じゃ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 んじゃん。じゃん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 。答えからいきましょう。はい、やすみさん、あけみさん、けいこさん、おばあちゃまずはいつも願っています。鈴木選手には試合にもじゃんけんにも勝ってもらいたい。はい、試合には勝てたのであとはじゃんけんですね。残すはじゃんけんですよ。鈴木さん、はい、鈴木さん、今日こそ持って帰れるかな。ちょっと怪しいですね。あはこちら、X17!Thank you! いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。イシさん、イシさん、ちょっと大きい声を出してイシさんに届けましょう。はい、イシさん、イシさん聞こえたかな。ありがとうございます。そしてこちら北村ソメイさん、ソメイさん、ソメイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして丸馬さん、はい、ホップステップシーン、石の上にも3点倒立、チョコの上にもじゃんけん倒立。おー、じゃんけん倒立、はい、一度だけ鈴木さんがしたという噂の伝説のじゃんけん倒立ですね、はい、本日も見られるのでしょうか。はい、はい、きっと優勝してじゃんけん倒立が最後は多分優勝してじゃんけんで通りつつ、にやけながら言ってるぞ、にやけながら言ってる、思ってないぞ、否定しろ。ありがとうございます。嬉しい、いつも。そして最後になりました。D.A. D.A. パドゥー。Thank you. Apples are wet
Aki's belt is blue. But CD can still coming for you. Thank you. Thank you. そしてそのままチャコ、はい、小寺さんの紹介に参りたいと思います。はい。先日、チャコ小寺さんに出迎えた、はい、という噂の噂のタイトルファン Thank you ファン1 year Thank you 1 year 本当にいつもありがとうございます。成功。あー、そして有限会社登録役メディアでヤブユタ様、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます、ペコディ。で、最後になりました。ジェイムジェイムThank you. Thank you. Thank you. このまま、はい、メインイベントと、はい、なるわけでございますが、はい、こいつは、ぜ、見ての通り、思ってる以上に元気が誤っております。イエーイ。
全力投球おみひろさやかやら波乱の予感が早速スタートから生じているこの3ウェイメインイベント、2人のタイトルも決まっております。その前哨戦ともいえるこの3ウェイマッチ、早くも目線はそうチャレンジャー、そしてチャンピオン、お互い一直線に向けられております。さあ、緊張感漂っている中で、メイ&マサーレスリングオンリーツーレスリングスタート始まっております。負けられないレスリングでももちろん負けたくないこの2人の取り合いが、サバックを取って早い攻防続いております。さあ、腕を絞り返して、しかし帯広も今日は Here is me Here is 帯広、帯広さやかもここにいると宣言しておりましたが、さあ2人のレスリングの攻防続いております。さあトーホールド、うまく相手を腕を取って切り返していきます。高梨正弘 VS 26日、そうワンマッチがすでに決まっております。ベストブロー、12度目のベストブロータイトルマッチがすでに土曜日に決まっておりますが、その前哨戦ともいえる、さあ高梨正弘ベルトを相手にアピールして挑発しております。CDK が取ると、CDK がネクストチャンピオン、そしてロックアップ、先ほどよりも、あ、しかし、オビルさんがここ、割れてきた、私もここにいるのよって、そうです、オビヒロさやかも今日は 3way で、もちろん、3way なんだから、オビヒロさやかが、お、ダックからの足を引っ掛けて、うわ、しかし、うまい、高梨正弘、頭脳戦だ、これは、メイの体をうまく利用して、相手にボディープレスでダメージを、さあ、うまい、まさかの、ここで、オビヒロさやかにフォールを、カウント2です。さあ、ここは存在感でも、そして勝利へも勝ち取っていきたいオビヒロさやか。さあ、首をロックされております。T シャツを着て自分の存在も、そして自分のオビヒロさやかをここは誇示していきたい。スイムもがいております、オビヒロさやか。さあさやか、オビヒロ、これはさあ、ダメージも体力も削られていく。
ロイ、ノーデストロイを宣言しましたよ。そして再び、おお、高梨 VS メイ、早くもヘアを掴んで、ちょっと、ちょっと、ヘアはダメですよ。あー、投げた、ぶん投げた。今日は何も破壊しないと宣言したタッグチャンピオンのメイスリカですが、引き続き高梨正弘壁にぶつけて、このちょっと開いた窓、さあ何を狙っていくのでしょうか。
負けられない。今日の戦いは私がいるのだとここで見せつけなければ。さあ膝を拳チョップ、ストロング、ソウヘビーチョップ。やった。おチクラちゃんからうまく目を捕まえて、さらにお相手を二人を同時に、あ、これは宝島さんいるの、二人がけサブミッション来た。うまいぞうまいぞ。これは動けない、動きません。エスケープは近いが、さあ最後までエスケープできるか。なんさあ相手を捕まえて、高梨が狙うのは、おお、さらに膝をマットに叩きつけた。オーマイガー。さあさらに同じ固め、同じ固め。ちょっと待って、私が継続して足攻めをするのと言わんばかり。おお、インビジブルをさせない、キャノットインビジブル。さあ、おおおお、うまいぞうまいぞ。二人を、え、まさか、ノーウェイノーウェイ。そうロック、ということでしょう。二人の足が絡み絡まり、これは全く動けない。素晴らしい。あ、そしてそしてこちら高梨の方に、どっちも固めていきます。さあ、お見る再開、スケープしましたが、こちら離さない、離さない、何があっても離さない。
し、そしてサムソン、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ホーキンスと、いや、高梨正宏のメイス、それがどっち、どっちが、さあ同時に丸め込んでいきましたが、これは、これはメイ、メイが、さあさあ、さあちょっと終わってますよ、フィニッシュフィニッシュフィニッシュ、
か水森 VS チェリー。さっき負けてるからね。私のパパイヤマンゴーココナッツをチェリーさん。何？私に当てましたね。パパイヤマンゴーココナッツ。フレッシュセクシーチェリー。いけー！みんな撮影するよ。3、2、1
本日はご視聴ご観戦誠にありがとうございました。ありがとうございました。音声だけになってしまい大変申し訳ございません。ここで情報の方ですけども、次回ちょっとですね、土曜日の方、いよいよですベストブローズ対 CDK タイトルマッチがアジアドリームタッグ選手権がワンマッチ大会で行われます。もう意気込み的なものはこれ以上は放送事項になるのでやめていきたいと思います。そしてそれは実に日曜日なんですけども、カードの方を一つ発表させていただきます。日曜日大会のカードの方、水森対さやかのシングルマッチ、こちら毎シーズン組まれている何度目かのシングルマッチなんですけど、何度見てもこうド迫力のチョコプロが自信を持ってこうお届けするカードになっておりますので、yes. 今回もそのド迫力、真っ暗な画面じゃなくてはい、ご視聴いただけたらと思っております。そしてイノモン、そんでイノモンのね、はい、翌日、デビュー4周年記念大会が行われます。そちらのカードの方、もう確認になっておりますが、一つ、メインイベントで大賀健太、水森、ジャンボが、はい、週末3連戦、ご期待ください。よろしくお願いします。お願いします。よし、それでは本日、こうなってしまった原因であります選手から皆様にお詫びのToday to House of Black, then it's dark 画面 but oh my gosh, 223 people still watching. Oh my gosh, you guys are crazy. Thank you. こんな状態になっても200人以上もの方が、本日チョコプロ最後までご観戦いただけたということで、これでね、メインのおかげかな、皆さんが正真正銘のチョコミントだということが、証明されたと思います。次の大会は、2月26日、アジアドリームタッグチャンピオンシップマッチ、ワンマッチ興行となっております。ベストブローズ VS CDK、 さあ今日があったおかげでね、みんな楽しみになったんじゃないでしょうか。次はね、カメラだけはちょっと無事に守ることを、お約束したいと思います。ね、See you next show、Asia Dream Tag Championship Match Only One Match Show CDK vs Best of Bros、I promise you next time I will not broken、that camera and stream、and one more thing I wanna say, please don'tTell Aki about these things. 皆様、どうかこのことはアッキーに言わないようによろしくお願いします。メイのベストブローズアッキーがいないとね、こういうことに、ね、なっちゃうんですね。誰もメイを止めてくれる人が、いませんでした。Don't tell Aki everybody、without Aki、Aki's best bros May cannot stop. Yeah, that is true thingsSo please don't tell him. Okay, then see you after the online signing party.
見てくれてありがとう。バイバイ。あ、さくらさん、あ、ソーリー、さくらさんごめんなさい。バイバイ、逃げちゃう。